アルフォンソ・アロンソ・アラネギは、スペインはアラバ県ビトリアガステース出身の政治家、国民党所属。2014年から2016年には、マリアーノ・ラホイ首相を率いる、第一次、ラホイ内閣で、保健、社会サービス、平等大臣を務めた。1967年4月14日、アラバ県ビトリアガステースに生まれた。バスク大学で、ロマンスと法学の学を取得し、 大学卒業後には弁護士となった。1996年5月31日には、ビトリアガステース市議会議員に就任した。1999年の地方自治体議会選挙には、国民党の筆頭候補として臨み、1999年7月4日には、ビトリアガステース市長に就任した。2000年3月28日には、 ビトリアガステース市長との兼任でスペイン会員議員に就任したが市長の職務に専念するために2002年1月4日に会員議員を辞任した。2007年の地方自治体議会選挙で国民党はバスク社会党に敗れ6月14日にはビトリアガステース市長を退任した。2008年3月9日には再び会員議員に就任した。 2016年10月17日まで会議員を務めた。2011年12月13日には、ソラヤ・サイエンスでサンタ・マリーアから引き継ぎ、スペイン会における国民党のスポークスパーソンに就任した。2014年には大規模食事件であるギュルテル事件が明るみとなり、マリアーノ・ラホイ首相を率いる第一次ラホイ内閣の穴が保険、社会サービス、 平等大臣を辞任した。2014年12月3日にはアロンソが窓の公認として保健、社会サービス、平等大臣に就任した。2015年10月15日には国民党バスク州支部長に就任し、2016年10月19日にはバスク州議会議員に就任した。2020年2月24日には国民党バスク州支部長を退任した。 母方の祖父であるマヌエル・アラネギイコルは、フランコ体制下の1957年から1966年まで、アラバ県議会議長を務めた人物である。父方の家系は、サンセバスティアン出身である。父親のラモン・アロンソは学科であり、1975年から、テネリフェ島に居住している。テニス選手のホセ・マリア・アロンソとマヌエル・アロンソは、父方のおじである。 ありがとうございます。